鶴見線物語は、神奈川県横浜市鶴見区のケーブルテレビ局、U テレビで放送されている横浜をテーマにした、ドキュメント番組、横浜ミストリーの一番組として、2005年4月からの1ヶ月間、放映された番組である。女優のヒーラギルミが、鶴見線の小さな旅というタイトルで実際に、鶴見線に乗り鶴見線の歴史や魅力をリポートしていくという内容。 タンコロコトクモハ12系左側が広報部の前面、右側が前方部の前面鶴見線の小さな旅。最初の目的地は安全駅。この駅の近くにある東亜鉄工の敷地内には、京浜工業地帯発展の功労者の一人で、鶴見臨港鉄道の初代社長でもあった浅野総一郎の像が建っている。次の目的地は武蔵白石駅。この駅には、 線路が二つに分かれている部分がある。鶴見線の終点、大木町方面に行く線路と大川支線という、大川駅へ行く線路の二つがある。この大川支線は、運行本数が非常に少なく、朝と夕方しか運行されていない。また、大川支線が通る大川支線第五橋梁には、1945年の第二次世界大戦中に、 アメリカ軍から空襲を受けた際に打ち込まれた弾丸の跡が残されている。この大川市線には、雲波中に軽電車と呼ばれるチョコレート色の小さな電車が通っていた。この電車には、タンコロという愛称が付けられ、鶴見線の中でも名物電車の一つとして親しまれていた。タンコロという名前の由来は、短い車体の一両切りで走るところから、 鉄道マニアがそう呼ぶようになったという説がある。この大川支線の線路は非常にカーブがきつく17メートルの短い電車しか通過できないという欠点があった。そのためにタンコロが使われていたと言われている。法映時の2005年時点では大川支線の電車は武蔵白石駅には停車しない。タンコロが老朽化し使い物にならなくなってしまい。 とはいえ廃線にするわけにいかず20メートルの電車を通せるようにするために1996年に大川支線の停車ホームを壊したためである。それと同時にタンコロも引退した。次の目的地は鶴見線の終点、大木町駅。この駅から東に歩いて10キロメートルぐらいのところに、東大城島がありそこに2007年、川崎市東大城島東公園。 海浜公園が完成する。これは国土交通省と川崎市の共同プロジェクトによるものであり、砂浜が再生されるなど様々なアイデアが盛り込まれている。もともと海浜公園を作ろうと考えたきっかけは1930年代、後半から戦前までこの地に大木島海水浴場があり、当時海がとても綺麗で、一夏に20万人の人手で賑わったそうだ。ぜひ、 それを現在に再現してみたいということから始まったのだという。扇島の海水浴場には鶴見船が利用されていた。戦前まで夏の間だけ海水浴前という臨時駅ができて海水浴場までポンポン船を使い人を運んだという。もしこの地に海浜公園が完成すればその当時の風景を再現できるかもしれない。 最後に鶴見線の中でも海がよく見える駅として有名な海芝浦駅が紹介された。この番組では大川支線を走っていたタンコロ電車のその後の行方も紹介されていた。法映寺の2005年現在タンコロは東京都品川区にある JR 東京総合車両センターに保管されている。通常は一般公開されていないが今回は特別に紹介していた。 ありがとうございます。